ヨーク大学はイギリスのオスヨークシャー州ヨーク市に本部を置くイギリスの公立大学である。1963年に設置された。イギリスの研究型大規模大学で構成するラッセルグループ加盟校。北部イングランドを代表する大学であり、イギリスの大学ランキングでは常にトップ20に入る名門大学である。ヘスリングトンホールメインキャンパスはヨーク市の外れのヘスリントン。 市の中心から約2 5トル緑に囲まれた湖周辺に位置している。市の中心街にある、キングズマナーキャンパスには、英語学科、歴史学科の一部、考古学科が置かれている。1963年設立。イギリスでより多くの学生に、大学進学の機会を提供するプログラムの中で、ウォーリック大学等と同時期に設置され、 当初は200人の学生が在籍した。町の中心地のキングスマナー、郊外のヘジリンテンホールの建築後、現在のメインキャンパスが、よく郊外のヘジリンテンに建築され、今日では30以上の学部を有し、1万人を超える学生が、世界各地から集まり学んでいる。8つのカレッジから構成され、すべての学生及び一部の独立した学部を、除き多くの学部が、 それぞれのカレッジに所属する。留学生は全体のおよそ10%、うち日本人は約60名。そのほとんどが大学院にて研究を行っている。日本の岡山大学、学習院大学、神戸女学院大学、神戸市外国語大学、中央大学、津田塾大学、東京女子大学、東北大学、独協大学、名古屋大学、 日本女子大学、一橋大学、法政大学、明治大学、立命館大学、早稲田大学、高陵女子短期大学等との間に交換留学協定がある。また立命館大学大学院国際、関係研究科との間には、共同学位プログラムもある。ドクター・メグ・フービー、ハイヤーエデュケーションファンディングカウンシルフォー、イングランドによるティーチングクオリティアセスメントでは、 考古学、経済学、教育学、電気、電子工学、分子生物科学、有機生物科学、哲学、物理学、政治学、心理学の各学部が最高ポイントである24を獲得した。教育面では2006年にはイギリスで最高の教育機関に与えられるクイーンズアニバーサリープライズも受賞しており、 クオリティアシュランスエージェンシーフォーハイヤーエデュケーションの教育水準に関する評価において、考古学、生物学、経済学、教育学、電子工学、哲学、物理学、政治学、心理学で最高値の24点の評価を受け、また、社会学で24点中の23点を獲得した。タイムズ市世界大学ランキングによると、 世界の大学ランキングで74位、81位、70位、81位、121位、103位、100位、113位、131位にランキングされている。2015年の QS 世界大学ランキングでは103位となっている。また、2012年5月に公表されたタイムズハイヤーエデュケーションの50年以内に 設立された大学の世界ランキングでは世界8位にランキングされている。ありがとう。